こんにちは。こんにちは。さあ今日ははい、めちゃくちゃ楽しいゲームを出ていこうと思います。はい、こちらです。じゃーん、大逆転人生ゲーム。はい、これはね、あの先生にお勧めされたんですよ、うん、宝トミーさんの。はい、え、先生がもう最弱をもう負けまくるから、はい、人生を逆転しようっていうので持ち込み。そういうことです。最後の最後にずっと負けてたらそのまま終わっちゃうんですけども、最後に逆転があるってことを聞いて、僕なら勝てるんじゃないかと、うん、え、逆転できんかったら高野トミーさん怒ってくるんだよ。まあ逆転チャンスあるってことですね。そうなんですよ、うん、え、ということは今日も最弱を決定戦。人生ゲームで、え、人生ゲームって運が強いんですか、それとも戦略もあるんですか。まあ、運もあるし、はい、戦略もあるし、はい、いろいろある。その止まったマスによるから、はい、ルーレットはもう完全運。うーん、なるほど。でもその従う、どういう風に従っていくかは、まあ、自分の能力もあるよね。これすごいですよ。人生ゲーム史上初の副業カードが登場って言って。そうそうそう。だからなんか今時の、うん、そのなんかこの今の時代に合ってるようなマス目とか、はい、その副業 OK とかいろんなことがあるらしい。だからまあリアルだね。職業はね、政治家、会社員、研究者、騎士、伝説の料理家、クイズクリエイター、画家です。これまた給料がみんな全然違うんですよね。全然違うというね、はい、ところがあります、はい、さあということで、じゃあやっていきましょう、うん、でちなみに駒は赤が青空くんで、黒が先生で、緑が俺で、水色が袴さん、ね、はい、そうです。さあということでね、はい、じゃあ順番決めから、はい、一番多い目が出た人から右回りですね。はい、はい、7 8 7 6。じゃあ先生から。はい、わかりました。じゃあまずは5000ドルスタートで、自動車保険入る人は1000ドルで入れます。はい、じゃあ私は入ります。私も入ります。じゃあ入ります。入んの？いいよいいよいいよ。俺は入んないから。僕も入らないです。じゃあ早速回していきます。はい、9 1 2 3 4 5 6 7 8 9。会社員やりますか。どうする？会社員聞いた。パスで。パス。お、政治家狙い。お前そん大丈夫？はい、大丈夫。いくら大逆転人生ゲームやって言ったって。いや大丈夫ですよ。じゃあいきます、はい、6 1 2 3 4 5 6。会社員。会社員なります。おー、きます。そっちがないな。はい、いきます。生命保険入りますか。入ります。じゃあ1万5000。はい、はい、どうぞ。はい、8。緑さん。うん、水色。1 2 3 4 5 6 7 8。研究者。研究者なります。はい、はい、生命保険入りますか。生命保険入ります。はい、給料3万円です。2万5000ドル生命保険。はい、ありがとうございます。よし、3 1 2 3。伝説料理になります。2万8000です。ちょっと待てよ。1 2 3 4 5 6 7 8。イエー、勝負か。ええ、なりません。おー、勝負するわ。ここは 2をね、うん、狙いますから、うん、5 1 2 3 4 5。フリーター。5000ドル、晴れだと5000ドルもらえる。晴れだからね。はい、で、フリーター。フリーターで1、2000。で、生命保険入るから5000ドル分渡しとくね。はい。弱いね。さすが弱い。1。ブロック使いが続く。シングルでこんな気持ちよすぎて、でも5000ドル。で、ブロックに。ちなみにここがこうあった時がね。あー、なるほどね。お天気をも回すらしい。はい、行ってきます。8お願いします。10。あー、フリーター。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。5000ドル払う、あと給料1万8000で、5000払う、1万3000で生命保険入るから8000。はい、またフリーター。フリーター。8 1 2 3 4 5 6 7 8。夜でも40度を超え、5000ドル払ってお宝
階段の CD か羽のないハンディファンを取る、はい、5000ドル、これが価格1万ドルだけどゴールした時に晴れだったら2万ドル雨だったら2万ドル、これ入ったこれで晴れ、はい、晴れ男、今回しました、はい、はい、昭和のスタルジーのブランコマイ5000ドルあって、お金が食べられます。9電撃結婚オーリンラブ6も進む、おーすおーおーおー金曜日なんで、でちょっと待ってリゾコン、あ、じゃあ給料日まずいただいて、はい、まず、金曜日の3万3万ドルで、株は入りますか、株いただきます、じゃあ2万4000、はい、4000で株券を2枚、はい、でそれで全員でリゾートコンだ、やったー、うん、5000ドル払う、晴れだとリゾートコンで、皆さんありがとうございます、あれは払いません、借金ありがとうございます、はい、はい、1000で株券2枚、借金返せますよ、返します、時を戻そう時を戻そう、挽回して、はい、一応給料はもらえるから、はい、2万ドル1万4000、1、子供が生まれる、みんなからお祝い2000ドルずつもらう、みんなありがとうございます、おめでとうございます、子供生まれました、じゃあ長女が生まれました、多分うんこはなったここだ、5 1 2 3 4 5、結婚スマホなし、わーイエーイ、どういうこと、そうだね、回そうが回さないが、はい、8です、スマホンです、スマホンです、で僕ドキドキをいきます、はい、9ストップストップ、そう大逆転ギアのマスの指示に従ってから天気を言い換えます、大どんでん返し、ゴールしてない人の中から一人選び、その人の財産、職業、お金、約束手形、お宝、株券、保険、家を全部のものと交換すること、自分のものと交換することができる、しません、んしないの、しません、母さんとしたらどうですか、いいですよ、私僕としてもいいですよ、私しなくても全然大丈夫です、大丈夫、でも天気では一回回します、5 1 2 3 4 5、焼き芋を食べたらおならが止まらず人気者に3万5000ドルもらう、イエーイ、で給料日3で6だから4万1000もらう、でこれ1回回します、うん、で4万1000もらって、でもこれ2個返せるから返して1000ドルもらって家を買えます、はい、ここでここの給料日家買えて、うん、で俺の旗はどう、家買える、うん、緑で家はこっちが5万、8万ドルの家買います、はい、お高いとこ行きましたね、借金8、1、2、3、4、ストップ。まずどっか行きます。このマスに止まったら大逆転ギアのマスに従う。お宝発見。場のお宝カード、好きなのもらえるんだって。お。え。このじゃあこれで。それいいの、花火でいいの。はい。はい。で給料日なんで。給料日、はい、回してください。回します。はい。5です。1万です。で家どうしますか。買います。はい。どれ買いますか。あ、借金返せるよこれ。一応。こちらの5万の家を。5万カード。はい。で借金ね。はい。2、あ、ホーリンラブ結構リンコン5000ドルずつ、トランといてくれよ、3、1、2、3、通勤で毎日フルマラソン1万ドルもらう、あと給料日、給料日4万円ください、で家じゃあ買います、マンションしかないもんね、もうそうですね、で2万ください、でマンション買います、4万ドルまで2万払うんで、で旗水色、俺絶対止まるもんね、うん、そうですね、ストップ、はい、アタックチャンス、好きな数を2つ指定してルーレットを1回回して指定した数が出たら10万ドルもらえます、おいいやな、ね、これは2個指定して、そうそうそう、何通りでしょ、どっちか、どっちか出たらもう、そうそう、じゃあ何しますか、ね、7と8、はい、おー、あーあー
マック、はい、ストップストップ。職業ギアの指示に従って職業を変え、その職業の給料をもらう。副業の場合、今持っている職業カードと一緒に副業カードを持ち、給料場にまず止まるか、通るたびに2つの職業の給料。あ、副業です。副業を選ぶ。じゃあ動画クリエイターだな、一番高いから。はい、はい、6。じゃあ私ストップ。ストップ。副業。そっか、これも天気によるんだね。そうですね、そうだ。あぶねー。まず 2だけはやめて。あぶねー。よーし、給料日、まず給料日を回して1。そうやろ、2000ドルと副業を選びます。副業はゴーストライターにします。はい、5。ストップ。ストップ。下克上、給料が一番高い職業についている人と職業を交換。ってことは、研究者になれて私がフリーターになるってことかな。はい、そうそう。うわー、こういうのがあるんですね。こういうのあるのね。うわー。で、一回回す。はい、3、1、2、3。自分からビームが出た。え、目からビームが出た。自分は宇宙人じゃないかと思えてきた。36,000ドル払う。また借金だよ。きっと病院とか行ったんですよ。で、これはストップ。給料が一番高い職業の人で職業交換できる。はい、職業ください。職業ください。フリーター1個しかない。職業ください。で、回します。はい、2、1、2。バス、ガス、爆発、羊みたいな髪型になった。生命保険がなければ3万ドル払う。でもあるから。あるから。こういう時に役立つんだ。こういう時だ。じゃあ行きます。7、1、2、3、4、5、6。ストップ。この恩返し、借金をしている人全員から約束手形を全部もらう。イエーイ。イエーイ。これがあるんか。恩返し、借金をしている人全員から約束手形を全部もらう。どうぞ。何枚何枚。1、2、3、4、5、6枚です。1、2、3、4、5、6、7枚です。全部で13枚。これがあるんか。回数分だけ返しますね。2万。何やねんこれ。待ってくれ。5、1、2、3、4、5。 お宝争奪、全員でルーレット対決。このマスに止まった人から順番にルーレットを回し、一番大きい数字を出した人が勝ち。勝った人は他のプレイヤーの中から1人選び、その人から欲しいお宝を1つもらえる。おー、じゃあルーレット対決ですね。じゃあ赤村さん2。うわ、絶対負けや。6。10。うわー、10。お、サドンです。サドンです。4。イエーイ。じゃあ一番高いやつもらおう。あ、じゃあ絶対もらえる4にしよう。そっちとかの方が一発あるんですけど大丈夫ですか。うん、大丈夫です。絶対もらえる4にしよう。こっち3万なんですけど大丈夫です。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。下克上、給料の一番高い職業交換できる。あ、そういうことか。サッさんの給料、あの職業もない。ちょっとこれっていうだけだね。で、これもう一回回す。で、もう一回回すね。はい、で、こうだね。3。1、2、3。家を売ってアドレスホッパーになる。家を表示額の半額で手放す。2万5000もらえる。2万5000。で、これを解放。1、2、3、4。株チャレンジ、好きな数字を1つ指定してルーレットを1回回して、その数字が出たら株券1枚につき3万ドルもらえます。あれ、1個。3。じゃあ8。8。あー、惜しい。
6 1 2 3。ストップ。好きな数字を2つ指定してルーレットを1回回し指定した数が出たら10万ドルもらえます。はい、じゃあ9と4。おっ、回します。10万ドルゲッチュー。白です。私10万ドルもらっても5枚しか借りない。でかい。はい。5。事故って車が真っ二つ、自動車保険がなければ5万ドル払う。1000ドルで入ってれば借金。10。よし、1,2,3,4,5。ゴール。ゴール。やーい。天気が晴れならば倍、20万。20万。すごい。よいしょー。え、出す。一着だから。で、ゴールした間、全員ゴールするまで自分の番が来るために数を指定してルーレットを回す。うん、そうそうそう。回します。はい。十。ストップ。住みたい家に誰かが住んでいたら、その人を追い出すことができる。追い出された人は家を失う。一人ここしかないけど、嘘やろ。おいおい、俺すごい借金して返した買ったんだよ。しかも家を追い出されるってなんだよ。おい、まあその借金を袴田さんに言ったんだ。全部私が背負ってますからね。うん、ストップ。お宝カードを一番多く持っている人からお宝を全部もらえる。こうやってゴールしてた人でもらえるんですか。うんうん、もらえるんじゃない。じゃあ、金でもいくつ持ってる。僕4です。俺3つ。ありがとうございます。価格的に言うと安いですけど大丈夫ですか。いいですよ。まあルールなんで一番多く持ってる人がやって。でもワンタン袴田さんの逆転もあるから9。決算日だ。やばい、給料ください。はい、決算日、給料はフリーターとこれだ。回してください。5。1万。2万8000。1,2,3,4,5,6,7,8,9。9個あるから、9×18=45。22万5000ドル。22万5000。5、6、これ4万5000ドル。そうそう、売れる。6、10、15、10万5000。14万5000。で、15万、17万。17万しかないよ。で、17万。ただ、子供が1人いるんで、3万円もらえるんで。じゃあ今20万。はい。20万。で、何でしたっけ ?20 万。22万5000。全部返せました。危ない。気持ちマジでない。でもよかったじゃん、ここでお宝行ってなかったらもうやばいでしょ。開拓地域だって。本当そうです。8。ゴールだ。1、2、3。ゴール。2位は5万ドルもらいます。いいな、全然。ゴール。三着は3万。はい。二。ゴールだ。あ、違う。一番やばい。何事もへっちゃらな鋼鉄の心臓をゲット。15万ドル払う。払う。最後の一歩で。最後に。ね、ゴールですね。ゴール。一万。はい。じゃあ金額発表していきましょうか。うん、里崎の金額は24万2000ドルです。24万2000ドル。はい、はい、で、袴田さん。はい、私はですね、11万5000ドルです。おお、いや、頑張ったよ。あんだけ借金返したんですから。借金がなかったらやばかったね。多分私一番絶対でしたよ。はい、青空君は。はい、僕は6万7000ドルです。じゃあ先生は38万5000ドルです。まさに大逆転。まさに大逆転。まさに大逆転。嬉しい。これ1着に
になるのも大事ですね、結構。そうそうそう、うん、大事よ。あとはやっぱりね、今回のこの人生ゲームのやっぱり一番の俺らが負けなかった要因は先生と、やっぱこのね、恩返し。あ、恩返し、ね、この借金をしている人全員から約束手形を全部もらうが、あれなかったら多分袴田さん楽勝で1位よ。楽勝で上でしたよ、ね、うん、でもこれが大逆転人生ゲームだ。ほんとそうですよね。そうです、めっちゃ楽しかった、うん、でいいですね、しかもこれちゃんと1時間以内に終わるっていう。終わる終わる終わる、しかも4人でやってね。はい、楽しかった。結構新しかったですね、うん、さあということでね、はい、皆さんね、今クリスマス時期近いんでね、はい、ご家族で楽しめますから、はい、車がね、あと最大だから6人でできるんで、家族でできる、おじいちゃんおばあちゃんだから年末年始とかね、はい、クリスマスから冬休みにかけて、はい、いい感じで皆さんね、ご家族で楽しめると思うんでね、はい、大逆転あるんでね、はい、何があるか分かんないということで、はい、皆さんねちょっと楽しんで、ぜひ皆さんやってみてください、はいはい、さあということでね、ちゃんちゃんじゃないわけよ。おお、あれこれなんか最弱王決定戦って言ったよ。あ、あらら、ということで、はい、今回の最弱王はお久しぶりです、アウトラ君です。罰ゲームでエンディングです。一発ギャグ、自衛隊のじゃんけん、みんな行くよ、最初はグーね、行くよ、最初はグー。